調べて、はい、こちらがこの右側にあるドライバーの、おお、はい、もう目標は中村に行くぐらい。これがエクセルサッシュ、フィリピンですか、はい、珍しい、これがエクセルサッシュです。ああ、そうですね、はい、あでこれがリベリカで、リベリカの木は10メートル以上になるので非常に、まあ、収穫もしづらく、まあ、希少種になっております、はい、あとはフィリピンで一番有名な農家さんがマリビックさんって言って、あ、そうですね、はい、3回ぐらい個人で優勝していて、彼女の、はいに影響されて、はい、今年のフィリピンの全国の品評会で、はい、彼女の農協からトップ12人に優勝も含めて9人が入賞しました。あ、そうですね。でこれからこれがティピカで少数民族のところなんだけど、裏庭でティピカを植えていて、まあ、これから産地としてポテンシャルがあるっていうところです。あ、フィリピンカカオも取れますし、これからコーヒー産業で、はい、カカオこれから伸びていくところなので、フィリピンをどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。これでこの種類で何が一番人気ありますか？まだ日本にそんなに入ってきたいので、どれが人気あるって言われてもあれなんですけども、はい、マリビックさんの豆は美味しいって言ってくれる人は、あ、はいはい、マリビックさん、はい、あ、私にもフィリピンコーヒーは初めて見ました、はい、私韓国から来たんですけど、はい、フィリピンのコーヒーについて特徴は何ですか？特徴、はい、ナチュラルが、ウォッシュトが少なくてナチュラルが多くて、はい、甘くて発酵感、ワインのような発酵感があるのが特徴です。ああ、そうですね。紹介してくれてありがとうございます。はい、はい、はい、ありがとうございます。コマ。はい、待って、はい、どうぞ。お願いします。はい、リベリカ種とアラビカ種になります。リベリカですね。リベリカちょっと珍しいでね。おー、新芽だ。おいしいもんね。すごい綺麗な、で、ジャスミンシロップ、これも一応自家製です。では、